はい、どうも。喫煙動画始めていきます。今回はじゃーん。キャメルの、ボックス、12ミリ、新しく出ました。値段400円で20本。これはちょっと期待です。これが一番期待なんですよ。アメスピのアガットよかは、こっちの方が俺期待してたんで、キャメル。好きなタバコなんで、はい。タールが12ミリのニコチンが 1.0。です。キャメルといえばやはり、ナッツの風味がある。タバコ。なんか入ってました。いろいろあるけど、キャメルがあればグッドラックだ。キャメル?っていうのと、テーマ、忙しい時の気分を緩めるコピー。今日はダメだ。そういう日は確かに存在する。ゆるコピーアワード。お?お?これ、ほら、こんな感じ。これ今までなかったですね、こんな。いきましょう。うん。見た目は普通の今まで売ってたキャメルと一緒です。ナッツ&ミルク。あ。ほのかに、ナッツの香りがするんですけども、それ以上に雑味が多い。雑味が多いですね。その結果、あまりやっぱナッツの香りが、風味があまり、しないですね。以前発売されたキャメルのライトボックスっていう、6ミリの400円のやつ。の方が多分個人的にはキャメルの風味は強いと思うんです。いや、あのナッツのね、風味は。微妙だな。ぶっちゃけこのキャメルのライトの方を、フィルターちぎって吸った方が多分美味しいんじゃないかな。
微妙ですね。微妙。微妙。微妙だなぁ、これ。微妙だなぁ、これは。微妙だなぁ。ああ、ここの上のあたりにね、隠し文字でね、光にかざすとこう、キャメルっていう文字がありますね。キャメルボックスはしっかりとしたタバコ感と吸い応えのあるバランスの取れた本格アメリカンブレンドです。塩料感のあるタバコ葉を使用し、タバコ本来の甘みを感じれるスッキリとした味わいをお楽しみいただきます。パッケージはヒトコブラクダのアイコンと、キャメルのロゴを一体化した、シンボルを中央に配し、コータールの、高きつみを、暖色系カラーで、表現しています。また、パッケージ上部の背景にキャメルの隠し文字をあつらえることでシンプルながらも遊び心を感じていただけるデザインとしています。となってますね。ちなみにこれはプレーンフィルターみたいです。やっぱ雑味が多いな。まあ、ちょっと強めに吸うと、まあ、ナッツ感もちょっと強くなるっていう感じはするんですけど、まあ、フィルターをちぎって、両切りスタイルにして吸ってみましょう。あ、辛い。あ、辛い。うわ、辛い。まあ、タール値が高くなったってことを考えると、やはり致し方ないところもあるとは思うんですけども。やはりちょっと、もうちょっと香料が足りない。のではないかと。香料が。着光が、足りないんじゃないかなーっていう感じはしますね。まあでも、まあ雑味もあるんですけど、まあ
ちゃんと、ね、ナッツ感も あるんですけどね、うん。あるんですよ。一切ないわけではないです。雑味 50%、ナッツ風味 50% って感じかな。うん。両切りスタイルにすると、やはり、辛みが出てきます。まあ、これはまあ、そうやな。これももう、加湿とかすればまたちょっと、ここら辺の雑味が減るんじゃねえかな。とは思うんですけども、まあ、普通に吸った時点だと、やはり雑味が多い。というのは否めない。ですね。だから前吸った、キャメルのライトボックス。こちらの方が多分、雑味が少ない代わりに、まあ、その、うん、少ないことによって、ナッツの風味の方が引き立ってるんで、まあまあまあ、そういうのはあるとは思います。だからキャメルのライトボックスが、そうですね、雑味がだいたい4割か3割ぐらい。ナッツ風味が、7割ぐらいです。7、6、6、7ぐらい、多分。まあ、もともと6ミリのタバコなんで、まあ、そういうこともあるとは思うし。さあなあ、これなあ。だから単純におそらくキャメルのライトボックスを、ボックスにした、まあ、パターン。ではないかと。だからこれにチャコールフィルター、これプレーンフィルターですから、これをチャコールにしたら、もっと良くなるのかもしれないし、これはちょっとわかんないですけどね。まあ、これは難しいとこだな、これもな。これはちょっと難しいっすね。まるキャメルつったらやっぱりナッツこう。これがやはり一番重要。タールが高いから、雑味が多くなるのはわかる。から、それを逆に考慮して、ナッツの風味の香料を増やすとか、してくれていれば、やはりちょっとマシだったんではないかと。まあ、いずれにしろ、タラレバではありますが。
俺がこれ買わないですね。これ買わないで、キャメンのライトボックスの方買えます。値段400円と同じなんで、キャメンのライトボックス買って、両切りスタイルにして吸った方がおそらく美味しいんではないかという、印象です。そうだな、これはな、どうしようかな。まあ、買わないんで、俺はもう買わないんで、買わないって言ったらだいたい一つか二つなんですよ。一つ星か二つ星なんで、これ二つ星。ご視聴ありがとうございました。